太郎、次郎、南極物語知ってる高倉健の映画もう本当なんで今だって目が入っちゃったからさ太郎がでもローは L なんだということで、サクタマになるんだよ。どういうことだそういうところ突っ込まないで。ということで、すごいいい天気ね。うん、で、今日は、いよいよちょっと北コットロンズの最後の村にね、はい、訪れるとか、ここはですね、ブロッコリーじゃないんです。ブロッコリーという町ね、ブロッコリーは野菜の名前で、これはここの町の名前がブロッコリーという町、はい、そこに訪れました。でね、ちょっと見てくださいよ。ここね、もうほら、格好で吸い込まれる通りじゃない？あー、いいですね。いいよね、この曲がっていくカーブといいさちょっとここ吸い込まれていかない？はい、あの、全然日が当たってないんだけどやっぱり少し冷えてくるね、うん、今、何時ぐらい？4時？あ、4時回ったぐらいだね、うん、ここがね、ブロッコリーはね、比較的大きな町なんですよ。うん、で、もともとは、ブロッコリーももともと羊毛産業でもちろん栄えた村なんですけど、羊毛が衰退した後に、この村はすぐ転換をしたんですね。はい、この村の生産の中心を。何に変えたかって言ったらね、シルクの生産の方に変えたんですよ。うん、だから、製紙工場があったんですね。うん、そちらの製紙工場で今度栄えていって。ところがシルクも海外から輸入されるようになっちゃって、結果的には、衰退しちゃうんですけれども、うん、羊毛で栄えた後も、その後の、産業を盛り上げていったんで、町としては意外と多く、600人ぐらいは働いてたらしいですね、うん、この村ね、うん。なんかすごい味がある家じゃない、ね、こういう。濃いね、それで言いながら、こうなんか近代的なボタンがついてるっていうね、オールドミルっていうお家みたいですね、ここはね。うん、見るっていうことは、いわゆる水車、要はその、最初は羊毛産業で使っていた水車、羊の毛って濡らして叩くことで丈夫になっていくらしいんですよね。うん、で、それが終わった後に、ここは製紙工場としての使う水車にね、うん、変えていった水車があったお家みたいですね。まあ、おそらく工場主の人が持ってたのかな。あ、すごくない？なんかこれ。見て。何？これ薪置き場？薪じゃないですか？薪置き場なのかな？っていうかさ、薪みたいに作ったお家っぽいんですけど。え？そこ入り口が、これ納屋みたいになってるのかな？あ、そうかもしれないですね。ね。うん、やっぱりシルクを、こう、製紙工場やってたんで、こう水が必要じゃないですか。うん、水車もあったし、だから。こうこうピカと両側に水流れてるんですよね。うん、なんかこう良くない？なんか特別感があって、うん、うん、本当だ、影撮ってたの？そう。どうしたんだろう。何一人で V サインここでしてるんだろうって思ったら影ね。いやー、すごい青空。そして。青々とした木々。なんか紅葉もそんなにあれだね。あー、これからかな。うん、してくるのかな。っていうかさ、この村儲かったんだろうね。家が大きいよね。大きい。みんな。やっぱシルクの生産って、儲かったんだろうな。わあ、木にツタが絡んで真っ赤。あ、さっきのオールドミルって家、ここまであんだ、土地。本当だ。すごいね。エントランスになってる、これは。大地主だな。これ以上行っちゃうとね、あれなのよ。すごく。違う方に行っちゃうんで、うん、ここを。心臓破りの坂登ってきます。坂じゃないですか。もうね、俺たちね、ランナーとして坂大嫌いだからね。坂は避けるランナーです。そう、坂を避けるランナー。いつまで経っても帰れないみたいな、ね、坂があれば。遠回りしちゃって。でもなんかいいな、地元の人だけがこう歩いてるような街。うん、
地域で。みんなの思い出写真展、はっきり言って今では貴重なエリザベスタワーの一枚です。私たちが生きているうちに再びこの姿を見ることはないでしょうね。次回は美しく化粧直ししたタワーを見に来てください。ハッシュタグサクトモガでツイッターにご投稿ください。なんか昔のさ、はい、やっぱ労働者がいっぱいいたから、うん、労働者の方たちのお家の作りなのかね。こう何個も何個も同じお家が並んでて、あれ生きてるじゃない。生きてるでしょ。もちろん。あ、なんだよかった、俺だけじゃないんだ。わあすごい、正面の方に赤いツタが。あ、なんかちょうどいいね、日の当たりがね、うん、あっちに当たって綺麗ね。下から向こうから撮ってたらずっと逆光だった。そうだね、逆光だね。危なかった。綺麗だな。うん、家だよね普通の、うん、コテージってなんだよ、こうさ、でもあの単純に見てさ、わ素敵な家だな、あこんな下に降りてく階段があるって思うけどさ、年取ってからどうするの辛いよね。無理じゃん。なんか最近そういうことばっか考えるようになってきちゃってさ、どうかな年取ったらみたいな。あ、凛々しいワンちゃん、うわすごいな、あそこの赤いツタ。綺麗で、奥にね、教会あるんですよ、うん、で、ここの村は本当に知らない人は知らない村なんですね、本当にね、うん、ただ、あの一部のファンの人は知っている村で、うん、あのイギリスの BBC のドラマでファーザーブラウンっていうドラマがあって、うん、まあ、いわゆるあの牧師さんがいろんな村で起きる事件を解決していくようなドラマなんですね、はい、シーズン8までやってたのかな、確かね、つい去年ぐらいまで、今年かぐらいまでやってたんですけど、うん、その撮影地なんですよ、ここが、うん、で、その、ファーザーブラウンが勤めているお勤めになっている教会がこの教会という設定でね、まあね、この教会の周りでね、死体が明日とか言ってくれて、まあね、この教会の周りでね、うん、亡くなった方のこう遺体が発見されて、あ、大変だってなるようなね、うん、事件がこういう教会の周りで繰り広げられたというね。うわ素敵だな、ここの家も、うん、あ、でもやっぱり薪使ってるね、うん、暖炉にね、暖炉があるんですね。ねえ、そうだよね、こっちの地域は暖炉使えるからね、うん、あれビガレッジってことは、ここがファーザーブラウンのお家として使われた場所なのかな。ビガレッジってあのね、司祭さんのお家ですよね。もう立派な家だよね。素晴らしいじゃないですか。なんかドラマの中でもね、あそこの時計がこう長身がゼロになった時に、あれドラマの時3時だったかな、あの3時になったらベルが鳴りますって言ったら何秒か遅れてから鳴ったっていうね。じゃああと何秒だ、5、4、3、2、1ってやったら鳴りもしなくって、10秒ぐらい経ってからカーンカーンカーンってなって、おー鳴った鳴ったみたいなね。だからそんなシーンが見ましたね、見た覚えが。それで、わー鳴った鳴ったって言ってたら、キャーって叫ぶ人がいて、事件があったみたいな。この教会の敷地内に事件があったみたいな。でね、そのファーザーブラウンっていう牧師さんの役をやっているのが、ハリーポッターの中のあのウィーズリー家のお父さんの役やった人なんですよ、うん、その方がやってるんですよね。さあ、そんな教会があるここも観光客いないよね、うん、静かのね、うん、村、土曜日なのに。みんな、あら、ちょっとファーザーブラウンの教会入れるのかな、これ
ちょっと見せていい？入れたら呼びます。ガラガラガッシャーン。閉店です。中は入れませんでした。ああ、まだ新しいお墓なんかもあるわ。ねえ。ハリー・ポッターで思い出したんだけどさ、あの、ブロックリーの、村の北側って、あの、バイクを生産してるメーカーさんがあって有名なんですよ。うん、はい。そこのメーカーさんが、ハリー・ポッターの映画の中の、ハグリッド。うん。ハグリッドの方亡くなられてしまいましたね。うん、あの方はハグリッドがバイクを運転して横の助手席にハリーが乗っていくシーンがあったんですけども、うん、はい、そのバイクを作ったのがこのブロッコリーの町のブロッコリーブロッコリーってブロッコリー、はい、いつか言うと思ったけどブロッコリーの、ちょっと北側にある、うん、あのバイク製造屋さんが作ったんですよね。そうですね、ハグリッドいなくなってしまいましたね。なんか本当寂しいな、そういうの。でもいろんなところにハリーポッターネタも埋まってんだ ね。そう考えると ね。さあ、そんなこのブロックリーの町のこちらがちょっとしたスーパーとカフェ。ここでね、ケーキ、僕ねキャロットケーキ食べたんですよ、うん、前すごい美味しかったですね、ここの、ね、うん、カフェ。なかなか可愛らしい、天気がいいと外でね。で結構ね、バイクに乗ってくるライダーの方とか、うん、サイクリングで来る方が多いみたいなんですね、この辺ね、はい、なのでそういう方がよく外で召し上がってますね、うん、さあ、そんな感じでございますが、このこっちも広場になっててね。あ、じゃあ最後はブロックリーの街の郵便ポストの前でさよならしようかな、皆さんと。これはエリザベス女王の時代のですね、郵便ポストです。さあ、そんなブロックリーのエリザベス女王の郵便ポストの前で本日は終了としたいと思います、皆さん、コットーズはお楽しみいただけましたでしょうか。まだ続くかな、もう終わりかな。その辺はトモさんに任せるということ。どうせパブ行くんでしょ。あ、なんでそう、もうね、終わりにしようと思ったんやけど、パブ行ってないじゃんみたいなね。何の解決にもなっていない、死にもないっていう感じなんで、まあ、ちょっとパブ1本ぐらい入るかな、この後って感じなんですけども、チャンネル登録、グッド評価の方、いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。それでは今日はこの辺で、ブロッコリーから、さようなら、ブロッコリーじゃないよ。